真夜中の主婦。あなた、なんで？恵子の旦那さん、包丁。圭一が知らせてきたんだ。まさか家政婦が男だとはな。おかげで俺のメンツは丸つぶれだぜ。スミレ、逃げて。待ちやがれ。スミレ君。恵子、話せ。いや、俺に逆らうな。私、あなたの家来じゃないわ。抱けんな。恵子さん。畜生、二人ともぶっ殺してやる。よくも。お父さん、もうやめて。圭一。僕が悪いの。お父さんに電話して怒らせて。でも、僕お母さんが一番好き。お父さんも怖いけど大好きだから、だから家族みんなで暮らしたい。圭一。私なんてことをしようとしてたの。自分の幸せのために命より大事な我が子を捨てようとしてたなんて。圭一が幸せじゃなければ私だって幸せになれるはずがないのに。お母さん。ごめんね圭一。お母さんもうどこにも行かない。行かないでお母さん。ごめんねスミレ。くスミレ君。中村さん大変よ。お父さんが危篤です。父さん。待って、今車を呼ぶわ。ありがとう河合さん。父さん。父さん、しっかり。スミレか、間に合ってよかった。母さんのことでお前には話さなきゃならないことがある。今はそんなことどうでも。聞きなさい。母さんは旧家の娘で、もともと親が決めた婚約者がいたんだ。だが私と母さんは一目で恋に落ち、駆け落ち同然で一緒になってお前が生まれた。ところが私は自分の欲から無理な事業に手を出して失敗。
大きな借金が残った。追い詰められ自暴自棄になった私と幼いお前を救うため、母さんは実家の親を頼った。親の出した条件は、金を出す代わりに私と別れ婚約者と結婚することだった。それで母さんはそうしたんだ。可愛い息子を残して。母さんはどんなに辛かったろう。ごめんね、スミレ。愛してるわ。私は何度本当のことを話そうと思ったか知れない。でも自分の不始末のために妻を犠牲にし、お前を母のない子にしたとはどうしても言えなかった。何より私に尽くしてくれるお前に嫌われたくなかったんだ。スミレ、すまなかった。そして長い間ありがとう。お前の優しさは母さんからもらったものだ。大切にしてくれ。父さん。その後の調べで、スミレの母は数年前に亡くなっていたことが分かった。2ヶ月後、スミレくん。千穂さん、皆さん来てくれたんですか。大学を休学して海外へ行っちゃうって言うから。外国にいる知り合いから NPO 法人の施設で働いてみないかって。恵まれない子供たちに食事を提供する仕事だそうです。 NPO 大変そうだけどいい仕事ね。俺この頃母の夢を見るんです。母が俺の頭を撫でてくれるんですけど、その手が恵子さんの手と重なって、ああ温かいなって思って目が覚めるんです。駆け落ちが失敗してよかった。俺もう一人の俺を作るところだった。皆さんには本当にご迷惑おかけしました。まったくよ。今度女をたぶらかしたら承知しないわよ。はい。それじゃあお元気で。スミレ君も。はあ、残念。即戦力だったのに。ケイコ、お待たせ。忙しいのにごめんね、チホ。でも私、ちゃんと謝っておきたくて。ケイコは結局、離婚しなかった。あれから大変だったんですって。ええ、警察は来るわ、脱税がバレて追徴課税を取られるわ、隣近所からも苦情が来ちゃって。自業自得だけど、あのあとあの人私の前で泣いたの。別れたくないって。え、しかもわーわー男泣き。あんなあの人初めて見たわ。それを見て分かったの。私、あの人のことを何も見てなかったんだって。乱暴なあの人とぶつかりたくなくて、言いなりに流されて。不倫に逃げた。大事な家族を失いかけて、やっと目が覚めたの。あの時、千穂が来てくれなかったら、私本当に破滅してたと思う。本当、バカよね、私。お母さん、お父さんがそろそろ行こうって。実は引っ越しするの。マンションにいられなくなっちゃって。千穂、本当にごめんなさい。そしてありがとう。
こんな私でも愛してくれる家族のためにこれからは全力で生きていきます。雨降って地固まるか。でもそうよね、最初から理解し合える夫婦なんていないもの。夫婦の形も家族の形もそこにいる人間が試行錯誤しながら見つけていくしかないんだわ。それにしても脱税ってあの時のカバンのお金よね。札束がぎっしり詰まっててびっくりしたわ。運送会社の社長ってそんなに儲かるのかな。私も社長だけど皆のお給料を払うのが精一杯。もっと稼いで世界や陽一にもう少しいい暮らしをさせてあげたいってずっと思ってるんだけど。いたいた千穂。クリコ、ようすんだ。うん、どうしたの。さっき新規の依頼が来たんだけど、昼間に代行してほしいっていうの。え？昼間？やっぱり泡は最高。あの、お庭の草むしり終わりました。あら、そう。じゃあいつものご挨拶をしなさい。いつもお家賃をタダにしてくださってありがとうございます。